やばいやばいやばい、チロさんとこでやっべやっべやっべ。いやもう魔女の家かよ。あ、エビかと思っちゃった。エビだったらいいな。よし、こうやってずず、おいよう出たわ。走ったねんだ。僕いらんわ。ちょ、Q ボタン破壊するわ。国運ポータルホームラン。ちょっと破壊しました。だってレイさんのチースは、ザンジでは。セル渡せるよ。やめろ。自分で考えることは必要だとおっしゃるんですね。そういうことです。素晴らしい、これは。素晴らしい弟子だ。私はいつもこうだ。余計なことを言ってしまう口になってるんですよ。以後お見知りおきを。自分を慰めてる今があったら、敵の報告をしてください。でも4連休じゃん。でも4連休じゃん。うんこさん、今日何時まで行ってるんですか。うんこさんとか言うな、お前。うんちーちゃんってこと。ふざけんなよ、お前。ふざけんなかねえ。クズハが言ってるのは、クズハとか言ってた。クズハ言ってるのは、え、クズハですよ。今日は何食べたの。今日は白身フライっすね。混ぜてんな。ちーくんは料理できる。やらないっす、俺は。やれや。もっと近くにない、クズ。面白い女。ありがとうだろ。困っちゃうな。困っちゃうな。本日の渋春カスタムをやっていきますか。おい、ちーさんと組ませろ。これ何、これ大丈夫、映しても。やばいやばいやばい、やっべ、千尋さんとこでやっべやっべやっべ。不法侵入したらバレたら終わるんだけど。先輩の住居だこれ。いやもう魔女の家かよ。なんて場所に建ててらっしゃるんですかね。やっべやっべ、やべえ、あぶねえ、あぶねえ。いや超あびねえ。いやなんか前に見た魔女の家がね、あんな感じだったんで、なんかジャングルの奥地にあって、と魔法少女の略。そう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 、いや違う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 、全然違うよ。何言ってんの、ほらなんか雨降ってきたもんだって。怖っ。いや全然全然。ミスミス。あ、ミスか。あ、間違えたの。そうそう、エビかと思っちゃった。え、エビだったらいいの。でもこれなんか感覚違うよ。よし、なんか間違いかな。あれ、ゆきさんだよな。行きますか。行きます。アイテムもないっす。石がない、石が。俺が熊の注意引きつけとくから押していいよ。熊の金投げ、あ、相手の金投げ。ボタン押していいよ。なんか飛んできました。なんか飛んできた、何これ。え、誰だ、誰。ボタン押してくれよ。クズハじゃない。違う、石欲しいって言うから。オッケー、ナイス。来た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 。ボタン押した。ナイスナイス。千尋さん、ボタン。千尋さんですよね。はい、千尋さん。オッケー、じゃあ僕取る係やるわ。先輩、取る係ってなんかすごいよくない。なんか投げてきたのに。違うんですよ。基盤、石欲しいって。基盤でしたっけ。 ABO が石あげますよ、1個。この鍵が肉もらっとくね。忘れちゃった。なんか暗闇になった。何これ。おい、なんか勘違いじゃない。千尋さん、とりあえず基盤、この緑色の集めましょう。このなんかこいつ怪しいな、このなんか。違いますよ。っていうか、殴ってくるのおかしくないですか。てか手を取り合いましょう。違う、違います、違います。必要なパーツをですね、一応放っといて、持ってく人が持ってくかな。投げられた仕返しとか、投げられた仕返しとか。とりあえず、降りましょう。誰かクザさんと一緒に左行ってもらえる。あ、確かに。千尋さん、千尋さん、行きましょう。ちょっと、人数こっち、人数こっち多くない。千尋さん、ダメだ、千尋さんはこっちがもらう。なんか仲間もこれ、こいつ殺してたからな。いや大丈夫です大丈夫です、俺絶対大丈夫です。俺絶対千尋さんと脱出します。本当かよ。行きます、行きましょう、行きましょう。大丈夫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 です大丈夫です。俺が守る。狼、狼だ。行きましょう。あ、電線あるんで、千尋さんこっちが、あーちょっと待ってください。こっちが、これ2個目の、あ、めっちゃ、あーこっちだこっちだ。千尋さん、いや違います違います、壁があるんです。いや本当に大丈夫です、行きましょう。いや違いますよ、勝手に死んだんですよ。 ABO は開けられないです。いや大丈夫ですって、本当に俺が絶対守る。行けます行けます、行けます。本当に信じてください。いや違います、手癖悪いだけ。ああ、いや違いますって。ちょ、違う、守ってるんすよね。え、俺違う、守っただけ。違う、千尋さん、千尋さん。あー、ちょっとなんかめちゃ怖がられてるんですけど、千尋さんに。とりあえずえ、いや違う、
違う、おう、助けて、違う、助け、俺守ろうとして、そうやって、そうやって人間は、人間はすぐ迫害する。ほら、あった、ほら、お、これだって俺が見つけたんだぞ。あ、どうやった、あっち行った、じっとして、じっとして、ゆきさん、じっとして、ヒロキ人の倒せるの大丈夫、じゃあ、こっちから帰りましょう、急いで、ここ押せます、やば、寒い、やばい、寒っ、寒っ、ゆきさん、ゆきさん、ゆきさん、大丈夫ですか、ゆきさん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 、大丈夫ですか、ゆきさん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 、大丈夫ですか、ゆきさん、大丈夫ですか、肉ありますよ、あ、生じゃ食べないのか、人間は、いや、違います、違います、守るときに拾ったやつ、千里、ちょ、違うんですよ、ゆきさん、なんで俺こんなに、こんなに誠心誠意、やべえよあいつ、むずい、追放しよう、追放しよう、ちょ、待って待って待って、おかしい、俺こんなに人類のために頑張ってるのに、違う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 、違う、ま、じゃあせめて肉だけ焼かせてくれ、なん、おい、だー、開けてくれ、開けてくれ、開けてくれ、入れない、寒い寒いよ、ごはん、かんだてめえ、あ、あ、あったけ、石食いもんよこせや、ご飯奪われちゃいました、俺千尋さんのためにご飯とか作ったんすよ、千葉、信頼を買うのは難しい、でもなんか一人で行こうとしてみた、またこの坂で、いや、またって、だから俺守ってたんですって、やっぱ人間は嫌いだ、俺女子は難しすぎる、あんなに誠心誠意するのが重要だってし聞いたんだけどね、いや、だっていや誠心誠意接すれば女の子は好感を持つみたいな、おかしいんだよな、おし始めました、あ、これオリジンアップデートしました、ちなみに明日明日、IQ200 クズハ招待しました、どこに来るんだっけ招待って、 IQ200 か、どこに来るんですか招待って、え、招待ペコポンって、あ、オリジンのあれ切ってたらオリジンのところに、ちょっとすごいって、でずおいーごめんなさい、敵だらけです、よう出たわ、走ったねーんだ僕らリアクション困るっす4人はそういうの言っちゃダメ、さすがに僕らはリアクションに困る、その振りは重い、なんて返せばいいんすか、なんて返せばいいって思って、おー、いっぱい出たの、よかったっすねって初めて聞いたわ、よう出たわって帰ってくる人、トイレ行っておっさんか、マジで4人として使われてると思わなかったもんね、いや、クズハが多く持った方がいいよ、金だから、そうそう、金が基本回復多いと思って、じゃあ、荷が重いもう無理だよ、クズハ、荷が重い、受け取ってくれるタイプの人じゃない、この金、荷が重い、クズハ、受け取ってくれるタイプの人じゃない、消費アイテムを通常の半分の時間で使えるのは荷が重い、もう拾ってくれるタイプじゃないよ、ちょっと撃たれるぞ、お前スナイパーに抜かれたら一瞬だぞ、それ先輩、これめっちゃ似合いそう、いや、持つしかない、持つしかない、いや、これチーさん似合いそうっす、めっちゃ、ちょクズを信じて、だー、これ使えないっすよ、だってウルトで縛られて、あ、なんか削られても使えないっすよ、了解、あー、スキャンして、ほんとだ、こんにちは、おいよろしくお願いします、目があったってこと？そうっすね俺は下ろしたくなくなっちゃった、やめろ、手を出さないでくれ、友達なんだ、あんま進化させたくて、あ、じゃあ僕殴りまくれ、もうすごい、もう組み方絶対ペットボトル逆さにやってるからね井戸あの音おっさんみたいな ASMR お上品、助かる、何飲んでるんですか、緑茶、緑茶カラカラって呼びますよ、この人おっさんっすね、おしゃんっすね、おっさん絶対おっさんだったから、なんもないんだけど、ドマです、金バッグでした、これ落ちたらしい、危ないでしょ、危ないでしょ、危なかった、マジで危なかった、今どまり、マジで、あの、もうなんかもう
詐欺とあらゆる汗。ああ、もう絶対死んだと思った。海だと思ったもん。お前ランクやぞこれ。死んでた冷や汗したね。もういいやな。これ？うん。クズがいる方。うん？クズがいる方って普通に考えて言ってることやばい。クズ的にはいな い, いないっすね。死んだ死んだどっかで死んだ。死んだよ。S 方向から落とした。でもゆきさんある日急に NSA ついてたら嬉しいですか NSA、うん、それはもうトクンってなるトゥンクトゥンクするトゥンクあー危険とこ NSA なんかお笑い養成学校みたいですねやめとけえなんでこれあれだからね一生懸命考えたんだよいやそれは失礼ですわその二方がリスナーさんたちの相違だからこれ違いますよえお笑い学校って別に俺口じゃないですけどね。なんですか？もうちょっとかっこいい例えがよかった。ああ。なんかなんとか精鋭部隊みたいですねみたいな。お笑い精鋭部隊。お笑い精鋭部隊もおかしい。え、俺でいいんですかジャンプマスター？いや。違う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 。いや、お前にジャンプマスターをやってもらうと。簡単なんすよ。そういうことなんだよな。お前にジャンプマスターをやってもらうために変わったわけじゃなかったんだけどな。大丈夫大丈夫。俺折り方学んだからゆうきさんから。あ、でもいいね。ガトレットいないじゃん。みんな今日お仕事ないんすか？足りめだろ！毎日日曜日だよ、こっちとら。バーカニートだよみんな頑張ってて偉いなぁ。ほんと俺の分まで頑張って。エゴさ、ゴミみたいなことしか言われてないな。やめてアイドルの裏みたいな言い方すんの。茨の道全裸で歩いてた。すごかったんだけど今。はい。僕もみんなと同じところに行く。僕のだ。フリーだからって紫ハーマーあるかもしれないって欲に駆られずにちゃんとみんなのケツを追いかけることを誓います。ケツって言うのやめない。あ、ごめんなさいそうだった。クロノアの愛ではちゃんと綺麗に綺麗な綺麗な前回のでも綺麗な尻ってなんで全部じゃあ尻が綺麗なんで違う。みそぎを得て。クロノワの尻が綺麗ってこと。じゃじゃじゃ汚い。ことじゃない。お前が変な回答に導い。汚くはないよ。今汚いって言ったね。汚い。毎日ね、長時間座ってはいるけど汚くはないよ。じゃあ綺麗知らん。ケツは知らんけど、シロが心を綺麗にし、で言葉遣いも綺麗にしていこうと思う。汚いって言っちゃったもん。風評被害だ。本当に。暴言。ケツが汚かろうがゲームに支障はないからいいけど、ケツが汚いレッテルを貼られて見られたくないわ。レッテル渡せる。え？ちょうだい。なんかパソコンを新しいの買おうと思ってるんですよ。あ、出た。なんか相談うんぬん言ってたんだそれが。そう、無視されたからもう怒ってもう。無視されたんですか？そうだよ、聞いてよクズくん。無視されたの私。2PC で配信してる人の意見を聞いてみた方がいいってリスナーさんから言われたから、はいはいはい、私はかなかなぐらいしか知らんから 2PC の人、はいはいはい、送ったんですよ。ちょっといろいろ教えてほしいんだけど、スルーしてなんか今5分後クロノワチーだけ来てはって思って。あー、そういうやつっすよこいつ。こいつね、こいつ、これなんかしっかりしてそうに見えて同じ穴のムジナス。なんで多分口頭で聞いた方がいいですね。口頭で話すことあるかな。いやもうなんかもう分かんないから、とりあえずなんかカスタムってあって、カスタムのやつでなんかプラスいくらするといろいろつけれるじゃないですか。はいはいはい。あれのなんか一番高いの全部つけとけば間違いないのかなと思って。思うじゃないですか。そうなんですよね。全部一番高いのにしたらすごい金額になっちゃって。はいはいはい。え、どんぐらいの買おうとしてるんすか？いや、なんか全部つけたらなんか60近くなる。エヴァ腰打ちな分レレレしやすいよな。エヴァ答えのまだかわかる。 EV やるやん。エヴァ答えのまだかわかる。 EV やるやん。絶対違ったでしょ。本当に EV でした今。うん、EV でした。やめてください、クロノワール疑うの。なんかペカって聞こえたんですけど。いや、エヴァって言ってました。エヴァって言って、あ、なるほど。バカ？どっちかわかる？ゆうきさん？無視っすか？どっちって、私だったの。今、クロノワでなんかクイズごっこしてたんじゃないんですか？どっちかわかるっていうのは、どっちに聞いてるかわかるっていう。あ、なるほど。どっちに聞いてる？はいはい。こだ。こだって言ってました。
どっちかかります？どっちとは？私？違う、ピカチュウとイーブイ。どっちでもなくない？だって今コタックみたいな。あ？どっちだと思う？イーブイ。おお、さすが。何？脳死イーブイでしょ、だって絶対脳死でイーブイ言ってるよ、君の相方イーブイ。ほら、聞いてもないのにイーブイ出したじゃん。やるな、お前、さすが。何がやるんだよ。お前も脳死で褒めるな。分かってんだな、やっぱ。何も分かってないんだよ、むしろイーブイ。もう言いたいこと全部言ってくれる。伝えたいのイーブイだけなのかな。かな、違うでしょ、もっとあるでしょ、なんか。そうやって分かったような気になって。いや、ごめんなさい。それはごめん、それはごめん、ちょっと分かったふりはしてしまったら申し訳ない、それはごめん。いや、でももうイーブイしか言ってないよ、だって。ダメなんすか。いや、いいけど。じゃあそれでいいならいいけど、絶対何も考えないでイーブイって言ったでしょ、クズ君。クズ君、今日何食べた晩ご飯。イーブイ。ほら、もうおかしいもん。ああじゃないんだよな。でも今イーブイが来るって思わなかったですか、じゃ逆に。いや、来ると思ったよ、思ったけど。いや、じゃあほらじゃん。来るって。いや、来ると思ったよ、来ると思った、もちろん来た。あの、待ってたの、全裸待機で待ってたの、来た。来たけど違うんだよね、会話的におかしいよね、だって。今日何食べたで。待機って言いました。もう待たすか。ケツが人前だの。言っといて。最後には。これ、セクハラに入んの？全裸と。イーブイ食べちゃダメだよ、だって。いや、これ有罪か無罪か、どっちだと思う？ホイキングは食用。あ、やっぱりね。ギャラドスにまだ進化したいとこはキモ。やっぱりねとかじゃないんだよ、もうイーブイですらないし、もういいの、なんでも。っていうその全体のポケモンの中でもトップクラスに人気な、うん、モンスターにもその食用を乗り切ったっていう辛い、うん、まあ要はアイドルとかも最初から歌が上手かった、踊りが上手かったとか、うんうん、肌が綺麗だった、可愛かったとかじゃなくて、本人のちゃんとした努力があったゆえに、うんうん、今のギャラドスがあるんだよっていうことですね、うん、だから彼が言いたいのは、うん、なるほど、深いね。そうなんですよ、だからエヒさんもね、神明神になりたいみたいな、努力せずにエヒさんだって頑張ってるんじゃないんだぞと、はいはい、そういうコイキングの職業時代みたいな、うん、それを乗り切ってギャラドスになったんだぞっていうことなんで、うん、なるほどね、一文にすごいいろいろ詰まってたんだね。そう、そこまで、そこまで感じてあげてほしい、彼のコミュニケーション。ああ、なるほど、唐突に置いていかれるね、会話にね、これ。どう、クズハ的には。急に。もうだって、クズハ的に。返事がさ。今回はプラチナっすね。ほら、もうやっぱクズハ君的にはもうね、今エーペックスの試合が始まった時点でもう試合以外のことを考えたくないって、選手としてのプライドや誇りを持ってるんです、彼は。いや、もう、だからゲームに集中しようよっていうのを遠回しに話の流れをゲームに持っていくことによって、このランクマッチに集中しようっていう彼なりの自分の意見の伝え方だと思う。そこは航空っすね。着地してもすごい。もうぶった切ってきてるけど。あ、奥さんこれあげるよ。何？富名声力。こんなものは持っていい。あ、悟空かな。戦闘力43万を超えたベジータ、これは誰だ。ちょっとドラゴンボールまだ読み終わってなくて、あんまり読んでんすか。出だし、なんかリスナーさんから送られてきて、意図がわかんないけど完全版が送られてきたんですよ。まあ意図も何もじゃないです、読んでほしいんだろうな。販売あります、なんか欲しいものありますか。タピだごめんなさい、ちょっと今クズ君が何を欲しがったのか分かんなかった。太陽拳。もうなんか苦しめられてる悟空と、なんかなのかな、なんかいたみたい、なんかいたみたいですね、早く行かないと。あ、ちょっと抑えられないみたいです。もう太陽拳。サメ呼べ海洋、サメ呼べ海洋、サメ呼べ海洋拳。ベッチャー、あれ、ベッチャー、ガハーン、ジュエ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 。何も聞こえないの、上にワットが上がったかもしれない。サメ呼べ海洋、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 サメ呼べ。後ろから上に敵がおる、前にいますね。うわぁ、降りてますね。シャ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 
剣。まだ戦ってますね。どうしますかこれ。ほら、いやこれも先行きましょう。ベジータが、ベジータが抑えてるうちに。ダニータベジータ、汚ねえ花火だ。鼻詰まりすぎだ。死にて死にて、ちょっとやめてください。行きましょう。ランクですよこれ。カジュアルだったら勝手に死んでもらって。死のうってことですかやっぱ。え、全然字が違うんですよね。生きるつね。はい、ライフ生協あらい。ん、五輪銃ってことですよね。五輪銃じゃない方です。五星館の方です。そうかな。いや、死なないで。今日超高いビル見つけたんだよね。屋上入れそうな。いや、違うよ。ごめんなさい、ちょっとごめん、よく行くわ。あ、やっぱ行くよな。よく迷うよな。ちょっとあれ病んでるのかな、二人。どうするか。大変だよね、忙しいもんね。角度とか。ね、射角とか結構大事だよね。射角だね。射角っていうのは、斜め具合が大事ってことですか。あ、入射角か反射角ってじゃないか。あ、ちょっとわかんないですね。あ、難しい話してる。それは単純に。残り10秒。入社か。いや、学校行くのうまいっすね。学校行くのがうまいとかよく。何年生卒業すか。割れてます、パス。さっきからでも、あの、クズくん、結構同意してくれたところあったんですけど、でも大体が、あの、経験したことないですけどね、みたいな。待って。すごい。経験もなく同意とは、いささか理解に苦しみますけど。メガネ食い。待てじゃないんだよ。一体、どういった了見でしょうか。いや、私がなんか頭おかしいみたいな。楽観視というものを用いるのであれば、その言葉は悪いですよ。頭がおかしいに該当するのは、この中では。メガネクイ。中で。先輩。いや、これ以上は。いや、もう皆まで言ってんだよ。これ以上はちょっと。落ち着くでござるよ、クズ原殿。いや、落ち着いていられないでござりんちょ。ござりんちょ。ジャンプマスターを上げるでごわす。ああ、ちょびりば。あれ、ナローだったのに。ナローって何ですか。なんかみんなナローって言ってんのずっとスルーしてたけど。今主人公めっちゃ強えみたいな。小説家になろうというサイトから派生した作品にそのような形態が多かったため、ナロー系と呼ばれるようになったという説が主な説とされていますが、真実は定かではありません。すごいね、すごい有力で、すごいありがたい情報なのに喋り方が。彼はやべって名前で普段はね、やべです。してる、ね、あのパープロコンとかにも出演してるやべくんみたいな感じ、ね、歯が抜けてんのか舌が抜けてんのか。前歯が出てます。そう、出っ歯なんすよやべくんは。出やんす。もうやべくんに寄せてきたどんどん。あの主人公の親友キャラですね。へえ。なんか地動機運カバーの人だから、クズハとレイス変わった方がいいって言われている。いやでもコメントに負けないで。レイス変わりましたからね。まあでも実際レイスクズがやった方が生きてたからな。レイスは死んじゃいけないキャラだから。いや、なんかスキル変わったじゃないですか。うんうん、ね、ちょっとウルト好きでいけねー。もったいぶっちゃうのかもね。まあでもクズハレイス遠慮してるって言われてる。いや俺レイス微妙なんですよ。体が小さいから使っただけで。でもクズのコメント欄優しくて泣けてきた。慰めろ慰めろ。あのいちご飴すごいうまいっすよ。おすすめっす。どうしたんすかゆきさん。株上げろミンド。いやまあね、ありますよね、大会練習とかだとやっぱみんな真剣になるから。ちょっとどんまいですよ、ね、厳しいこと言ったりする人もいるけど、いや基本的に僕らの何中の意見が一番大事ですから。リスナーさんはそのこうした方がいい、ああした方がいいって言うけど、あれですかね。僕ら3人の中で決めることが主っすから、意見としてあるだけで、それが正しいとも限らないわけで。負けないでください。俺は本当に心配ですよ。最近不調だからね、なんかすぐ死んじゃう。クズハクズハって言ってる。クズのコメント欄全然そんなこと言ってなくて、優しいじゃんクズのコメント欄の人。誰だよお前。民の回復。私が指示をするので、やっぱりレブナット。誰あれなんで。ちょっと若干黒柳さんみたいな。黒柳。鼻詰まって。いや別に意図せず黒柳った。ちょっと降ります。いやいや
はい、全部指示します。じゃあ降りる場所まで教えて。攻めの権利を俺に全部委ねてください。あ、オッケーオッケー。もう指示で。アサリは自由にしていいんですか。あ、もう自由に。基本的にライフライン。引きの権利を全部任せます。え、さすがにそれは無理っていうのを出してください。あ、じゃあそれやるわ僕。わかりました。あ、ストッピング係2人で。僕らも一番後ろだから。じゃあ引くのはあなたの話。お前一人の意見で聞けよ。じゃあおじさんはとりあえず。いや、それはハブじゃん。だっていや、だっておじさんは一緒に。また泣くぞ。おじさんの話も聞けん。おじさんどうしたんですか、はい、おじさんはあの指示に全部ずっと従ってればいいですか。我を。いや違うんすよ。逃げんなよ。それじゃあ、そう、責任をから逃げちゃダメっすよ。おじさんやるガスどう。お前は中国の持ってないんだ。中国では。それえ、持ってます。イロンパわー。じゃあもう負けた。どうぞ。ワンセンフェン、ワンセンフェン、エンチュペンチョンタブ、ハウェルテチュペリ、チュペリタタピ、チェベチュテピ。ショットガンブルト3です。待って。本当ですか？ショットガンブルト3。あ、ショットガンブルトか。いらない？じゃあ海に捨てとくね。待ってください。怖すぎる。後に使う。お、スルクとプラウラー2個目。あああああああ。泣いてるよ赤ちゃん。手出してた。え、何をすか。え、バッテリー。え、捨てた。落ちよ。落ちて。赤ちゃんは楽器。ああ、紫っぽい金。うん、ね、あ、え、え、紫っぽい金。え、あー、え、あー。あれ、レアリティ紫っぽいけど、うん、いいんだ、ね、え、そうか。レジェルダリ、レジェル、レジェンダリっぽいよ。レイスの体が小さいから、被弾が抑えられて、そうなよな。マジでレイスのいいとこって、被弾の少なさ。それ使ってて思う。そのためだけに使ったら、もうスキルなんて全然使えもん。うん。ただの、なんか少女でも使う。うん。どうでもいい、虚空とか。虚空いらんわ。俺、ちょ、Q ボタン破壊するわ。虚空ポータルボタン。ちょっと破壊しました。マジですか。余計なものよね。いらないんだよな。W とクリックあればいいわ。パソコンも。パソコン破壊しますわ。W だけだとレレレできないじゃん。いいの。もう十分だね。あ、いいっすよ。カーソルでレレレします。カーソルでレレレ。いいわ、いいや。逃げるんすか。大会までマジでやんないんすか、レイス。そんなわけないじゃん。結局本当に別にやらないなら別に無理にとは言わないけど。いや無理に行くわ。だってレイさんのチースはもう二次三次では。いや、まあまあ本人がやりたくないっていうのは。でもその代わり誰かが練習をしなくちゃいけないから。これはやらせます。やりましょう。レイス、レイさん。誰。いや、まあ嫌なことを無理やりさせたくはない。いや、嫌なことを無理やりさせたい。でも金だけどバッテリー2個でセルゼロ。セル渡せるよ。やめろ。敵敵。あ、これちょっと待ってもいいな。攻撃受けてたな。あ、いるよ。ベン K。 わーほー。終わってる。なんかよくわかんないけど。あれ、あれ、レイス瀕死ね。それ死にました、死にました、死にました、死にました。あ、いるな、後ろになんか。いないよ。ガン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 、レイソンソソソン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 、ブラハハ、ブラハハ、ブラハハ、敵の構成っすね、パーティーの。どうするのがいいんだろうね。まあでも多分だけど、このゲームのオーダーを出すのは多分先頭の人だと思うんだよな。私に任せなさい。その私がオーダーを出さない理由は勝ってしまうからです。ゲームの面白さを潰してしまう。ただやはり誠になるものが自分で考えることは必要だとおっしゃるんですね。そういうことです。素晴らしい。これは素晴らしい弟子だ。手をついていく。待ってください。あ、向かっています。ミドルネームに弟子を与えましょう。ありがとうございます。勇気弟子千尋ってこと。どういうことになりますか。それでは私の考えを伝えます。えい、降りるとき収容所に2パーティーほど降りていたと。はい、真面目な話してた。そしてここに飛んでいったということは、この辺で戦闘が起きるということです。ここで起こしてますよ、クズホさん。行きましょう。適当にやんべ。てて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 
そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。それ違くない？このモンドクロが目に入らぬか。はは、うむ、やってしまいなさい。ここにおらせられるは水戸千彦にこうでござるわい。まいなさい、かなさん、くずさん。そんなこと言ったって仕方ないじゃないか。トントンじゃないか。番組が違うんだ。トントンじゃないか、コウさん。いやなんか腕の塗装ちょっと剥げてますね。え、手のひらの青がダメージによって変わるんしたっけ、確か。え、そうなの？いや、嘘だけど。そうなの？信じるよ。嘘なの？いいっすね、そのストラップ。ぶっ壊れそう。邪魔にならないです。まあ、男性の声は通りにくいと言いますからね。あ、それ、今の男女差別ですね。悪意のある切り抜き。ああ、またやってしまった。私はいつもこうだ。余計なことを言ってしまう口になってるんですよ。以後お見知りおきを余計なことベラベラ。自分を慰めてる今があったら、敵の報告をしてください。いないいない、ここには。ここにはいない。敵ゼロ。いや、いるな。あ、なんか見てる。嘘をつく暇があったら。敵の報告をしてく、死んでる今があったら敵の報告をしてください。この2階です。やっぱり君がいなきゃだめ。全部見ないと教えてもらえなかった。何よ、チームって何言っても教えてもらえないものなんでしょうか。これでそれ以上はやめてください。机がかわいそうだ。机より次の手がかわいそうだ。静かにしなさい。静かにしていたらなんか空気悪くねって言われるんだよ。だから俺はもうどこにいるの。静かにしなさい。はい。何時だと思ってるの。お父さん毎日仕事で夜遅くまで働いてるのに。でも4連休じゃん。でも4連休じゃん。でも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 4連休じゃん。でも4連休じゃん。でも4連休じゃん。でも でも4連休じゃん。ちょっと君たちのお金で洗濯機買います。おとなしい。あ、びっくりした。お邪魔しましてもいいでしょうか。あ、どうぞ。うわ、本当にびっくりした。しかもなんか、めちゃめちゃ日常の話してたし、なんか人の金で洗濯機買う話してたから、びっくりした。あれ？ワットの？ちいさん、ワットソン練習してました、ここで。ちょ、片付けちゃんとしてくださいよ。いいんだよ、片付けは人の仕事じゃねえんだ。誰にやらせんすか、もう。よいしょ。妹。妹いるんすか？妹いるよ。妹？可愛いね、可愛い妹がいる。ほんとっすか？嘘言ってどうすんだ。いや、嘘言ってどうすんすか？え、妹いたんですね。妹？妹に興味出てきたんですけど。妹いるよ。どんな感じですか？どんな感じ？可愛い妹。妹って愛着湧くんですね。優しいのとブチ切れてくるの。二ついる。二つも？うん。むちゃくちゃいるじゃないですか。うん。おっす。おっす。わ、カナカナ。おいっすー。でかくね、今日。妹？いや、殺そう。あの、あれね、頭。かかってないんですよ。ウルトはいいですか、使って。どうぞ。打ち上げ花火。ヘイ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 。ちょっと待って、進化シールドが進化した。よーいよーい弱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 すぎー。マジでかー。俺勝ち。なんで負けたか明日まで考えといてください。プシッ。もう何にも苦しんでる。ちいさん大丈夫っすか。ちいさん、ちいさん泣いてます。これは今書いてる。これ多分泣いてます。ちいさん大丈夫っすよ。ちいさん、あれあれなわけないか。
ちいさん、はい、大丈夫ですか？これで萎縮しちゃダメですよ、うん、だから悔いが残りますからね。ここで萎縮して、あーこうしたかったなっていうのをぐっと飲み込まないようにしてください。試合も大丈夫ですね。ちいさんは大丈夫ですか？はい。一見今萎えてますよ、ちいさん。ん、今この空気ごめん。あーわー、いや違う、そういうことない。あー謝りゃ済むと思ってんすか？どっちだよ。いや大丈夫ですか、メンタル的には。うん、いやもうダメだ、全部強がりに聞こえるもん。俺知ってんもん、思ったより弱いこと。まあ、頑張りましょう。始まりそう。うん、いや思ったよりね、メンタルが弱いんすよ。理解者じゃん。いや弱いんすよ。いやまあ大丈夫って言うんだったらね。頑張りましょう。中戻った方がいいっす。もっと中戻った方がいいっす。了解了解了解。一回返したらさっきと同じ状況、どうする？ポータルあるなら引いてもいいし、たガスガンあと8秒。オッケー。ウルト歩いて。ウルトは俺もう、まあもうあるから。オッケー、ガス缶。じゃポータル、とりあえずポータル引いて、一回考えますか。よかし。ポータルやばかったら、頑張ってください。いな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 い。ナイスー！入る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 。ガス缶置く、ガス缶置く。オッケー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 。いや、これはね、セルは待ってる。だいぶ拾った。拾った言った。はい、はい。いや、もう、最後、その、チームとしての。そうね。はい。意気込み、最後、チームとしての意気込みを代表してお願いします。お願いします。はい、みんな、ケツ洗って待ってるよ。ゆきさん、どういうことなん？ゆきさん、ケツ洗ってとか全然言わないでいただきたい。首洗ってって言いたかったんかな。ほら画面が消えてもな、燃えてますけどもね。ありがとうございました。ちょっと引き切りぐらいのなんかこう今反省会が、なんだよ今のインタビューみたいな反省会行われてそうな感じがありますけども、ちょっとでもぜひ期待したいと思う。なんでもっと早く絡んであげれなかったのか、その後悔がいいキャラクターしてたな。ボードにね、皆さんに絡めないから申し訳ない気持ちで、はい、とりあえずこの生放送終わったら、はい、ゆうきさん、いやすげえな芸人さんって。いやすごいね。ジャンポケさんに教育してもらいましょう。ゆうきさんは鏡っすね。うん、鏡さん、なんかクズがなんかお人よしみたいな、あれお人よし、お人やかすか。あ、そうそうそうっていう話をしてた。あ、なんかもうぐちゃぐちゃ、行儀がいいって言ってた。そう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 、お行儀がいいっていう話をしてたな。そういう俺が、うん、スラム街から来たんすか。僕笑っちゃったそれ聞いてて。え、嘘、辞書買った方がいいっすね。だっておトイレ行かないじゃん。いや行きますよ俺だって。行くた、行かない、配信中におトイレしないじゃん。なんか隠すじゃん、ちゃんと隠れてるじゃん。そんなことないっすよ、俺もうおむつっすから。あ、なんだ、なるほど、ゲーミングおむつ。多分気遣いができるって言いたかったなと思う。そういうこと、そういうこと、そう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 。あー雑魚つ、うん、なんか最近黒のうじえんだよな、煽りが。なんか、ね、ごめんねじゃねで、なんかクズもそうだけど、煽ったことないよ。は お前いつもだろうが、お前裏って普通にバカとかボケとか言ってくんじゃねえか。まあ仕方ないじゃんそれは。これも僕否定しないんで変な感じになりますよリスナーから。いやでも本当に言ってるしな。ああもう戦争する、否定しないと。印象操作の始まり、戦争、印象操作じゃない、事実で。本当に言ってるしな。俺のおむつも本当だし、そうだよ、あの尿が溜まるとコウモリが浮き出てくる。え、かわいい、いいじゃん。もうどんな感性。まあ全然いいっすよ。なんとかしたいけど、自分の声聞こえてキモくない？あ、なんか悪い意味じゃなくてね。自分じゃ分かってるけど、人でやれるの違う。え、落ちたけど。ちょっと置いてかれたこれ。レギュレーション違反で置いてきました。ディスコ触ってたら落とされちゃった。はい。ゲームタグの方か、短縮の。そうそうそう。うん。KFC でいいんじゃないですか。KFC？ うん。KFC にする。それを。ねえねえ、大事な人いなくなっちゃったよ。フライドチキンになっちゃったよ一人。まあ僕かクズ派かわからん。どっちがフライドか。いや君と君はクズとカナは両方いるんだけどね。一人だけどうしたんだろうな。KFC だから C は僕ら両方違うんだよ。ゆうきさんすよ、 C の。あ、KFC か。ごめん、KFK か。へへへ、バケ。トイレ行きたいけどさ。うん。はい。トイレ行ったら僕ピックパスファイナル。あ、いいよいいよ。ちょっと、トイレ行くけど。秘蔵っこ出すから。ちょっと待ってて。オッケーオッケー、ちょっと待ってて、すぐ終わるわ。いや最近パリピ孔明ってやつ読んでんすよ。うん、知ってます孔明。諸葛孔明。それっす、何でも知ってますね。そうだ
だよ、うちろ天才だから、バカなふりしてるけど本当は天才だからで、なんか乾いた笑いやめろ。あれなんすよ、ちょっと中国の歴史おもろいなって、めっちゃ名言出てくるんすよ、その後に伝わる、偉人が多くて中国、うんうん、特に三国志、お前うんこの音聞こえてたよ、汚いかなえ、お前ミュートできてないぞ、かなえ、おいそれで三国志見たくてですねはいはい、なんか面白い三国志ないっすかねなんか現代版に置き換え、現代版というか現代の映像とかアニメとか漫画に置き換えられてるやつって多いじゃないですか、三国志。うんうん、おいカネちょお前ミュートしてくれ、おいカネ、もういい、汚すぎる、汚すぎる汚い汚い、いや言い過ぎっすよ、生理現象だから、カネだって人間っすよ、カナカナの風評被害に当たるけど大丈夫なの。いやほんと言い過ぎですそれは、強いるな、なんかそういう汚い話題とかさ、アイドルだからあんまり喜んじゃいけないんだけど、ちょっと喜んでるんですか本当に喜んじゃいけないですよ、でもじゃあちろアイドルだからあんまりそういうのあれなんだけど、まあ今は、まあ、笑ってあげたみたいな、セーフ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 、何が、ああもう間に合ったんだ、確かによかったな。じゃあ3分で一体何ができるってやの、うんこじゃないですか長えな、3分測ったことないから何分ぐらいかかんだろうな普通の人いや測んなくていいっすよ。ああでも多分そういう平均時間って調べたら出ますよ多分、うんこの平均時間調べるか、うんこの平均時間出てくるかな。いや大体ある、口から肛門までは1本の消化管で、あ違う違う違う、うん、それなるまでの時間じゃん、うんちになるまでじゃないんだよなトイレに入ってる時間って調べたらいいのか、うんこの平均時間じゃなくて、うんこ側じゃなくてトイレ側からの観点で、ただいまトイレよいしょ、何の話、あれえねえわ、あれがあれの出てくるまでアイドルだからの口には出せないんですけど、口からうんこ出すんすかマジバケモンかよおい、いやバケモンの盾、そういうイメージついたらどうしてくれるうんこマンじゃんイエーイ、そういうイメージついたらどうしてくれるんですか、そういうイメージがついたらそれは日頃の行いです、じゃあ大丈夫だ、しーちゃんがそんなはずないってみんな思うから、うんこさん今日何時までやってるんですかうんこさんとか言うなお前、うんちーちゃんってことふざけんなよお前、ふざけんなかなえ、ごめん頭大丈夫戻ってくんな、ひでーわ、こっちが優しくしてれば突き上がりやがって、このなんだお前、優しくしてたんだ、優しくされてたら突き上がらせやがって、今のうちに抜けるかずっと待つかっすよね、あいつ会っちゃおう、いやでもパーティー多くないっすか、この人たちが詰めたら後ろ側取らないっすか、変わったな、うるせえうるせえじゃあ行きましょういやいいと思うよ、ここいるからね、まだ動いてないよ、そのパーティー、いやポータルあそこだから、てるちょっと手前まで、そこも行かないよ行かないよ、ここの高須クザ、さあ行かない、もう行かない、アンチ取る、何よりクズのなんかそういう周りの警戒度が上がってることに感動して、いや俺は元からっすよ、これ脳を使ってないだけで、昔のクズだったら絶対に俺が殺すぐらいの勢いで行ってると思うけど、行きました、昔のじいさんなら言わなかったいやダメって、確かにね、あー止めたやつ、えい、なんか今のクズなら聞いてくれる気がしたもん、いやちなみにクズハが止められた瞬間僕も一歩前で出たあべべって思って、おいクズハって言って帰ったもん僕クズハって一言かけた時僕も段差から降りてたからねあべあべと思って、いいよじゃん、はいはい、それが、クズハが言ってるのは、クズハとか言ってた、クズが言ってるのえ、クズハですよクズハって言わない縛りなんすか、なんか偉そうじゃん、クズハとか言ったら、いや偉いっすよいや違う違う、わしはだよ、いや偉いっすよなんか、まあそんなことはさておき、はい、クズが言ってるのはのぼるの下
手じゃん。それともわざとかな？わざと時間切れを狙っているのかな？やばい、取れるかな、うん、それ。結構ギリギリじゃない距離的に。見てよ、これ指ぶっ刺さってんのよ、壁に。ちょっと、この野良の人、態度？やばいね、ちょっと。この野良の人やばくない？何がやばいかってあれよ、連打してる音がマイク入っちゃってるところ。チャキ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 。本当にない時あるんだ、そういうので。あ、ちょっとちょっと、あ、ちょっと一刻取ったでしょ、今。アウトズイボース、おっしゃーぜー。仕方ないですね。はい、あ、気は痛い。アウトズイボース。いや、しゃーないですね。ちょ、なんも見えん。あ、いいですか、ありがとうございます。やったって倒してもらえたっていう。来てなー、D3。 ビンタされたいの？え？ビンタされたいの？そこは切り取らなくていいですよ。そのなんか してあげよっか。いやいやいや、トラルさんでギリ光栄っす。ギリ光栄、まだ光栄。え、ちょっと待ってよ、ちょ、先輩は先輩。え、なんですか？先輩はどうなんだ？そのギリというか、は後ろは入ってる方なんか入ってない方なんか。あぶねーい！あ、すごい、ほら。何何行くよ、遊んでないで。敵倒しに。ほら、結構戦いたい、戦いたいけどさ、絶対強いんだよな、敵。練習が必要では、結構。一人はプレデターいるじゃん。いや、マジね、漫画だぞ。みんなで力を合わせて、より強い敵を打ち破ろう、みたいなやつ。だから、俺が強くなるってことですよね、師匠。なんか、まるで他の二人が弱いみたいな感じになるかもしれないから言っとくけど、そうじゃないからね。そうじゃないからね。他の二人ってかさ、他の二人はもちろん強いけど、プレデターはもっと強いよねっていうことね。ドン！いや、違うんすよ。ちいさん？ちいさん違うんすよ。強いんすよ。ちいさん、強いっす。ちいさん強いっす。ちいさんもカナエも強いっす。ただ、プレデターはもっと強いっていうことを、困難に立ち向かっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。あ、僕、よろしく。あんまりエペックス得意じゃないんですけど、お願いします。どれぐらいのテンションでいけばいいんだろう、これ。どうしよう、どうしよう。いや、かわいい。どれぐらいのテンションでいけば。あ、ちょっと、ターン早くいいですか。あ、どうぞどうぞ。ちょっとミュートします。あ、はい。とっさのことで。あ、ちょっとインしますね。は、じゃあ、招待します。なんだこいつ。あれあれ、あ、あ、かなえさん、はい。あの、かなえだけ年取ってない？年取ってるよね。そんなことないよ。くーくん、ちょっと違うの、笑っちゃってさ。あ、すみません、怒らないで。ちょっと、待って、ガキになるわ。叩かないで。いや、全然怒ってないです。ちょっとトイレ行ってきます。ちょっと、ただいま。飲み物取ってきます。待ってください。了解。すいません。おかえり。大丈夫？もう行って。いいよ。オッケー、行こうぜ。え、せこくないですか？ククだけ。ククじゃなかった。ちーくん？いや、あの。誰呼んでんだ、お前。すぐ。間違えた。いや、ずるくないですか？なんか二人だけやりやすい感じ。ずるいってなんだ？やりやすいってなんだよ。ガキー！おい、ガキー！体格差関係ってものに！子供が気遣うなよ！いや、しんどいっす、マジで。このままはマジでしんどいっす。え、じゃあこの試合はちょっと頑張れっすけど、次飲み物いいっすか？自分も。いいわけねえだろ。飲み物戦闘中に飲むんじゃねえよ。すすっている敵の生き血だけだよ。慣れてるのか、どうしよう。どんな教育受けたんだよ。どんななりたくねえ。いや、え、学校行ったんすか、クズナさん。クズナさん、クズハさん。あ、クズハさんっすよね。学校しか行ってないね。あ、じゃあ勉強できるんす。勉強しかできないね。日々勉強、毎日が勉強学習。勉強。あ、違う、そういうことじゃないっす。ただいま。あ、おかえりなさい。今日何食べたの？あ、今日はあれです、白身フライっすね。混ぜてんな。いや、白身フライ食べたんだ。白身フライ重くないですか？チョコボール。歯生えてるんですか？歯。お？まあ、あの、やめ、喧嘩しないよ。クー君の声を上げてほしい。じゃあクー君喋ってもらっていいですか？ちょっと音量調節。シャー！ちょっとうるさいっすね。ここら辺にある。それがマジの、マジの声ですか？マジって何ですか？あ、じゃあこれぐらいにしたけど、そんな声に合わせて。マジって何ですか？近いっす、近いっす。あの、どういうことですか？トランシーバーかな？オーバー？マイク食べてますね。俺の包丁さばきの方が。
ちーくんは料理できる？ちーくんは料理できるかな？やらないっす、俺は。やれなすいません、ちょっとあんまり。子供のうちからいろんなことを経験しとけばね。美味しいものだけ食べ続けたいっす。じゃあ、いろんなものを経験してないとね。ちょっと美味しいもん食わしてくださいよ。美味しいもんを食べさせてくださいっていうのは、おじさんとデートに行きたいってことかい？いや、なんか作って困っちゃうな。おじさん困っちゃうな。配達でいいの。ああ、お湯大人を目指すんだよ。そうだよ。おじさんも昔思い出したよ。おじさんっていうか、そんなおじさんなんすか？うん、嬉しいこと言ってくれ。こうやっておじさんを喜ばすのも子供の役なんだよ。カードゲームはやるのかい？カードゲームはあんまりやらないです。あ、嬉しいこと言ってくれるね。会話できないですね、この人。人じゃないか。え、人なんすか？人じゃないですよね。嬉しいこと言ってくれるね。おいっす。キンキン言ってるんですけど、それ大丈夫ですか？後ろ降りてきてやられません？キンキン言ってる。あ、俺結構影薄いんで。なんでこのままに敬語使わなきゃいけないんだよ。なんで思ったか。あどうしたん。いや、なんでもないです。何ですか。発声練習です。でもさ、スカイブックス開けたんじゃないですか。いや、開けてないです。いや、開けましたけど。スカイブックス開けてビビったんじゃない。たまにあったんですよ。いやちょまさかね。いいですね、持って。いらないっすよ。いい、さっきマスティフ持ってたの負けだから。俺なんてゴミかすよ。なんだゴミかすかよ。ゴミかすよ。なんだ、小さんかと思ってたら今日ゴミかすか来たの。こんなんでゴミかすです。よろしくお願いします。また前歯出てる。小さん呼んでください。呼ぶにゃんつったね。呼ぶにゃん。ピンクソーマよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、聞こえてる。え、何、二人は会話できてないの。わかんない、クヌの声が聞こえてる。よろしくお願いします。ほら、よろしくお願いしますボットになってる。聞こえてないかも。え、こっちの声聞こえてないかもしれない。いや、多分今えって言ったから多分聞こえてますよ。え、よろしくお願いします。なんかリピートアフタミーしてるよ。ずっとえも言ってるよ。彼なりの多分返事だったんですよ、今のは。聞こえてないのかな。ん、聞こえてないのかな、これ。ほら、やっぱり聞こえてないよ、これ。ああ、ああ。聞こえてないって。よろしくお願いしまーす。ほら、ほら。ちょっと、悪口言ってみてください。悪口？うん。あ、聞こえてないのかな。おーい。ぽいんですか、ね、クズなモノマネします。ちーさん、前、ちーさん、オーバーを私に任せてください。ちょっと暇だからちーさんのモノマネするか。ね、メイス使いたくない。クズがレイスやって。そんな気持ち悪いかな。チエさんちょっと気持ち悪いんですよ、これ。クズハンのモノマネするか。チエさんはこの中で一番のレイス使いです。あなたがレイスをやらなきゃ誰がやるんですか。そんないい。キラ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 って。うん、目めっちゃキラキラしてるな。じゃあチーノがやる。あれ聞こえてないのかな。聞こえてんなん、絶対。聞こえてんのかな。おい、おい、あ、ちょっと一回張り直してみるか。クソキュー。おい、聞こえてない。あ、聞こえた、よかった。聞こえてなかったの、さっき。よかった。あれ、まだ聞こえてない。え、よかったって言ってるか。聞こえてんだよね。さっき聞こえてなかったの、クズ。あれ、聞こえないのかな。あれ、ちょっとカナから話しかけてみてよ。どうぞ。何？英語練習した？チーヒタ。チーさん履歴だって。あ、だからか。ビビった。なんか試合始めた。いや、なんか勘に触ることでもしたかと思った。もしもし？怒らせちゃってみたいな。うん。もしもーし。俺さ、チーさんにだけは礼は尽くしちゃうから、そんなことしないんだから。え？大丈夫だよ。よかった。え？カナかな？声聞こえてる？知らない。聞こえてます。え？始まりましたよ。間違えてミュートしてんじゃない？チームのこと。始まりましたよ。知ってる知ってる。あ、聞こえてるよ。はい。え？みんな聞こえてるって知ってるよ。それは聞こえてるんじゃないですか。優勝してよ。チャンピオン取りてー。さっきの試合は、やっぱアンチ押すべきだったと私は思います。どうでしょうか、議会の皆さん。問答無用。問答無用。いきます。ここで
謝罪を進言させていただきます。私クザ、ガスが思ったより気持ちよく決まったので、これ絶対勝てるやつのモードになってしまい、入り込んでしまいました。最初の1キルで、やめておけばみんな生きて、アンチカットで安全にキルを取れたと思います。すいませんでした。なにこれ。お前が始めたんだよ。アロンさん強っ。そういえばチロあれだ、概要欄5戦目配信しちゃダメなんで4戦目までですとか言ってるわ。うわ、犯罪者。全部で5戦です。犯罪者。犯罪者はい、自首してんだからいいだろう。刑を軽くしろ。では死刑で。死刑より重いのって何？何今の声。終身刑と死刑がどっちが重いか。尻尾踏まれた犬みたいな。重んじて受け入れよう。甘んじろや。そんなものを重んじても意味がない。なんかビールの薬飲んでるからさ、めっちゃお茶をいつも以上に飲んでて、めちゃめちゃあれだ、なんか顔出してきそうになるわ。ちょっと取れてごらん。顔出してきそうになる。あーそうそう、尿めちゃめちゃ汚い。早く言ってください。顔出すとか言うなよ。なんて出たの？ごめん、聞いてなかった。いや、尿のことを、尿意のことを顔を出すって言って。おしっことかでもグロいな、それ。なんかグロいよな、なんか液体が顔、うんこならわかるけど。まあまあ、顔を出すの、まあまあ、表現として。いや、まあうんこでもすっごい汚いけどさ。汚いな。なんでどうなってんの？トイレって言ってたのにな。トイレって言って、顔を出しそうなのでトイレって言ってたぞ。アウトなんだかセーフなんだか。いや、アウトだろ。アウトか。退化したな。トイレまで行ったのに、ね、一番きつくない？だっておしっこより顔を出すって言われんの。顔を出すきついな。なんか顔出すちょっときついな。いや、なんかおじさん公文みたい、なんか雰囲気。なるほどね。顔を出しちゃうのかな、出しちゃったのかなみたいな。ひっアルティメットチヒタさんは、あれ？これチヒタローにしようと思ったら文字数制限で入らんかってん。チヒタ、うん、チヒタになってしまった。リース弱くなりましたけど、どうすか？使用感、ハンマー3000。あ、いや、ラブハン取ったって聞いたわ。いいと思いますよ、3000でも。ん？お前今見える？後ろが中指立ててんの見えますね。ハンマー1本ってことですよね。俺2本なんで今ピースしてますよ、見えます？縦に立ててる。うん、縦あんだからな。そうっすよね。これダブハンなんで、じゃあ、うん、これでダメっすよ。クロスしてあれしろよ、領域展開しろよ。確かに。しよ、春来ちゃったな。来た春。おい、見せびらかしてくんねん、その領域展開をさ。領域展開、領域展開。ダブルハンマー、ちょいーちょこここ。見せびらかし。全部当たるからな、今の。領域展開してるから。呪術見たんすか？うん。知ってるんだ、呪術廻戦は。アニメとは無縁だった、チヒタが。12、17まで見た。17？ Amazon プライムで。17どこらへんすか？どこら、あのね、なんだっけ、なんか交流会のところ。あー、交流会終わってないぐらい。うん、まだ終わってない。俺もまだ交流会中だ。国戦らへんか。あんたら、虎杖殺そうとしてるでしょっていうとこ見た俺。あー、似てる似てる。似てねえだろ。ぽいぽい。言い方ぽい。お前だったのか。ハードル低っ。ぽいぽいぽい。今見えた。見えた顔。誰見えた？五条先生の顔見えた今。違うね。はい、偽物。今のね、すんな。今のね、の、野原やった。あ、野原か今の。え、なんすか、骨でも折ってる？そうっすよ。ボキ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 、うん、ストレスを発散してるんじゃないですか、多分。なるほどな。じゃあお大事に。どう考えても箱開けた音。箱？何の箱？お菓子じゃないですか、多分。さっき辛いもん食ったから甘いもん食べたいんじゃない。あ、なるほどね。まあ、コアラのマーチ。いや、チョコ。キムチ。キムチ。キムチ2杯目。いや、キムチではない。
キムチ2杯目いってるってこと？ねえ。チョコケーキは一番苦手や。チョコケーキもさ、当たり外れというかさ、チョコのさ、味の当たり外れ。甘すぎたり苦すぎたりみたいな。キモいチョコあるよね。ちょっとあるよね。あるけど、うん、あのね、チョコケーキね、スターバックスのやつめちゃくちゃ美味しいのあるよ。もう、ケーキ言ってんすか？おもちゃ見てほしい、子供やん。え？あのね、バボベバボベバボビボバボビ知ってる知ってるチョコのやつ誰か知らんけ。スタバのチョコのやつ飲んだっすよ。飲むんじゃないの。ケーキケーキは知らんな。えぇ、あー人生損してますね、お主。ちょっと田舎もんなんで知らないっすね、ケーキ。あ、スタバは知らない、ご存知。いや、スタバは知ってるけどファイナルエクストリームモカチップグランドマスターみたいなやつ。いや誰か分かる人いないかね。こんなうまいんだ。いや、美味しかったあれ。うん、一応なんか一回ハマるとさ、一回頼む量をさ、一個だけ頼めばいいのに二個頼んだんだ。俺スタバで恥ずかしい思いした最近。なんか白いやつなんだっけ。バニラフラペチーノかな。そうだ、これ甘いですかって聞いて苦笑いされながら甘いですねマジ恥ずかしかった。そりゃ甘いやろって顔された。だからね、殺した全員。おい、クジ！何ですか？もう。なんで青アーマー教えたのに撮ってないの？暑いんすよ。大変なんだから。ゆうきさんと初めて話すのが何だったんだろう。パブ G か。うん、なんか。俺はね、ちいさんマジ怖くて震えてた最初。クズ何で喋ったんだ？エイペックス。クズのことは本当に。俺なんでやってんすか、ちいさんと。そう、なんでだっけ？怖っ。レイジの時？あれ？全然覚えてないんだ。そうだよね、僕クサってやった時にゆうきさん頑張ってるよねって話をした覚えはあるもん。だからその時はまだ多分やったことない時なんだよ。これなんでエペやってんすか？最近めっちゃエペ配信やってるよなって。あ、雪山人狼か。ああ、そうだ、そうっすね。でなんかずっとなんか絶対こいつ犯人だと思ってて安全ですよ、安全ですよ、こっち行きましょうとか言って言ってくるから安全でしたよ。安全だった。絶対にこれついてったら殺される。懐かしい。さ、まさかのね、本当に安全な人だったらしくて。そうっすよ、すぐにチロを怒られるっていう。怒られてんの親切にしてくれたのに、この態度はない。その態度何よ親切にしたのに。強く。あ、半券半券。なれ。いや、半券半券半券。ああ。リサさんに頭下げなきゃいけない。すいませんでした。すいませんでした。強くなってすいませんでした。鉄踏んだら熱いよ。熱いの？うん。あれ、拷問でなかったっけ？冷たい鉄踏んだろ？熱い気がする。バカなんすね。バカボケカスチリダニのみカスクズカスカカスカカオムギョカスカチリダニのみカスクズ。うん、こっちが何も言わないと思ってオンパレードがすごい。ボゲのエレクトリカルパレードやタンタラタンタンタンタラタラタラ四角い頭を丸くするためのタンタラタンタンタンタラタラタラ意味がわかんない。タラララララララ。なんだよそれ。ん、なんか今す、なんか布が擦れる音がしたんだ。もう完全にやっちゃってるやねんか。もう言い逃れできない炎が見えてたんだ。パンパンパラパラパラ四角い頭を丸くするためのパンパラパンパン。ケツでかすぎだろお前。ケツでかすぎだろ普通に考えてよ。何ケツ見てんすか。目の前でケツが走ってたから。もうもはやケツしか見えてなかったこちらからしたら。あ、初めてやったゲームなんすか。初めてやったゲームはポケットモンスターです。ポケモン？あ、いや違う。いや、また多分ポケモンです。あのアドバンス、ゲームアドバンス。はい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 。いつから FPS ガチで始めたんですか？人が初めてやったゲームはね、ぷよぷよだよ。聞いてない聞いてない。ああ、その辺にしときましたね、ちょっとね。おいおいおい、ぷよぷよだよ。興味待てよ、おい。あ、これもらう。このコーチたちのデータを集めて、どうやったら上手くなれるかの統計を出すために質問してる。なるほど。それチロ統計に入れなくていいの本当に。入れないですね、それ。なんでなんで？それもうバグになる。バグじゃん。正しいデータが多分必要だと思う。バグ扱いすんな。あんまり
どうっすよ、劇的に上手くなったタイミングってありましたか？劇的に上手くなったタイミングは、PC のスペックを上げて、いいモニターを買った時ですかね。ああ、いる。劣悪な環境下で鍛え続けた人たちが。そうですね。劇的に上手くなったタイミングが、このタイミングだったかな。ちょっと落ち着き。じゃバグバグバグ。人はそうなんだ。データエラー起こす。上手くなったっていうのは、まあ積み重ね型だからなんちしろはどっちかっていうと、劇的じゃなかったけど、こう徐々に上手くなってた感じかな。誰もいないの。聞いてる？聞いてないの？エラーエラー。エラーじゃない。エラーじゃない。沼を抜けた時のにメリットが来るというか。ちなみにどんな姿勢でやっているのクズ？俺は背骨に 120% の負荷をかけてます。え、踏んぞり返ってやってるってこと？なんで逆なんですか？猫背でしょ。あー、前に出てるのがこっちかと思って。あ、一緒だ。反対に間が一緒なの。そってエーペックスしてるの。絶対やったじゃないんだよな。本当にその姿勢いいのかよ。腰痛めた言うとったよね。 FPS は猫ですよ、マジで。やっぱ猫背っすよね。やった言うとじゃん、しかも猫背だよ。やったっすよ。やってたー、勝てた、この試合も。あ、泣けよ。泣けよ。マジシーン愚直だったね、ごめん。おい、泣けよ。あるからな、そういうの。早く泣けよ。涙の数だけ強くなるらしい、日本では。はい、はい、強くなった。はい、いっぱい泣いた。涙の数だけポイント漏れる。そうなの。でもね、6粒なんで6ポイントです。ありがとうございます。あー、悔しい。泣けよ。悔しい。また強くなっちまうのか、ゆきちひろ。あー、すみません。マスターだとどまろうかもしれない。まなんでそんな自信持ってるんだ。強くてごめん。強くなりすぎ。最近それは強くなりすぎ。そこになんかいねえ人なんだ。下の待ってよ、下の待って。あ、ザゴでしたね。死ねはもうダメよ。超えてる、それは大丈夫。死ねって言った今。死ね、このボケがもうね、喧嘩してる。おい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 。あ、受け入れられなくて脳内でうっせえに変換したわ今。さすがに、さすがに言ってねえかって思って。ちょっと、どっちか、死ねだけかボケだけにしなきゃ。殺意はちょっと相手に振り返ってください。死ねボケはやばい。強く、強く、強い、弱い、強い、千尋、弱い、千尋、弱くない。階段でザコシ。主題歌。まあでもこういう負けのビジョンが次の勝利生むからね。いや、そうよ。なんだ、歩き方。後ろから見ると本当なんか間抜けに見える。おお、えぽよんぽよん。ミカさんに今抜刀された俺。いやいや、違う違う、バトンじゃないじゃん。キャッチーで可愛いねって話じゃん。褒め言葉じゃん。あれ、可愛い時代が褒め言葉じゃないな。これはね、これはね、褒め言葉。褒め言葉じゃないよ、それは。いやいや、褒め言葉です。いや、降りてからもう安心する時間取るか分かんないんだよ。じゃあ今のうちにおしっこ行ってきた方がいいかな。それは安心しすぎかも。やめた方がいいかな。我慢我慢、落ち着いてから行きましょう。それは本当にこの尿はトロールっすね。ニョロール。うるせえよ。どっちかというとニョールじゃない。いいよ、その談義。もっと建設的な話しようぜ。落ちてたはず、どっか。そしてそれを俺が拾ったはず。じゃあ持ってんじゃん。おお、はい、ありがとうさんか。私はありがとうさんか。私は父さんですか、母さんですか。語呂がいいから、どっちが出た父さんですよね。かなかなかお母さん。そんな子に育てた覚えした。育ててもらった覚えはない。そんな子に育てた。千尋、言葉はちゃんと使いなさい。言葉はちゃんと使います。今バッテ何本？バッテ100本。ああ、チータね。クザハみたいなこと言うやん。俺言わねえよ、八億本って言うぞ俺は。一緒だよ、もう15本以上全部一緒だよ。全然15本までは違うんだ、むしろ15本まで。まあ個性なんだ、15本までは個性、個性。まあ、15本持とうとまも持ってるけど。ここはいい。じゃあ拾わせていただきます。もっと近くにない？クズ、ここにあったでしょ、そこのサプライに。面白い女。ありがとうだろ。
教育してやろうか。面白い女。最初の挑戦と、クズハさん孤立。恥ずかしいんだけど、一人だけちぎん。ちょっと待って。ん？ネタバレですか？いやいやいや。全然ネタバレじゃない。ネタバレですか、それ。僕1話から出ますけど。僕別にあの登場キャラクターと全然名前違います。ごめんね。それ誰に教えてもらったんすか。ではデュエル開始の宣言をしろ。あ、やっぱ言ったデュエル。デュエル。リュウキさんはハム太郎できないんすか。ハム太郎ってどんなへけピケ太郎ね。ピケ太郎さん。ピコ太郎は？ピコ太郎できる？ピコ太郎はできるよ。お、じゃあお願いします。てて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 てアイアンマーペン。おお、自分はペンだ。ちょっと違う。ちょっと待って。あれ、アイアンマーペン。アイアンマー。アイアンマーアップ。アイハブ。すごい。自分探しの旅に出てるピコ太郎。アイアムペン、アイアムアポ、ペンパイアポ、アポペン。てて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 。さ、アンチがずれましたか。あ、なんか集落から撃たれたなんて変なドーム大会。あ、ここにいるよ、ここにずっといる。トイレ。はい。いらっしゃい。いやでもなんか前の悲しいクズよりちゃんとちいさんと話し合えてる感じしね。まあなんか会話できてるような、ちゃんとそのこれしたいに対しての返事だったり、その伝わってないがだいぶ少なくなった感じするわ、俺も。あ、ここちゃんと返事として考え、そうそう、共有してくれるんだっていうのを感じる。あとなんか前より自信持ってくれてるから、うん、やっぱついていきやすいね。やっぱ最強とかで自信ついたのも、そうだね、あるだろう。優勝してるしな最強。俺の勝手なあれだと実はコメントに怯えてるんじゃないかっていう。まあまあまあ、あれもあったけど、大会当日完全に振り切ってたね。昨日もなんか言ってたもんな、うん、あの合ってるか間違ってるとかじゃなくてオーダーするから、あれをしてくれるとやっぱ合ってる間違ってるよりも、そこはもう反省会でいいもんな。合ってる間違ってるは試合中じゃなくて、うん、試合中やっぱ決断してくれるだけですごいやりやすい。こっちはアレルさんトレンド入りらしい。やった。なんか嬉しい。トレンド入りしてもいいぐらいの苦行。黒歴史だからな。おかえりなさい。戻りました。それダメージってちーちゃん、そういえばダブアンドったでしょ。あ、そうなんですよ。やっとですか。やっとか。やっと来ましたか。させていただきます、この領域まで。ねえ、おとぜっす。おはようございます。ありがとうございます。そうなんです、やっと俺たちにたどり着いたな。お待たせしました。まあ僕持ってないんですけど。これこっち左っているんだっけ。きなこが。あー死んだ。きなこ。無本起こしたわ、きなこが。え、きなこ、タピオカにきなこ、きなこ黒糖みたいなキャリー武器があって、飲んだことないやつ。きなこ何にかけてもうまい。なんかゴキブリとかにかけても多分うまいよ、きなこは。絶対にそれはないだろ。あ、待って、イヤホン取れた。はい、今何にも聞こえてません。カスカスカス、バカバカバカ、カスカスカス、チリチリダニ飲みカスクズ。ほんとカスだなお前。どうしようもねえな、ほんとに。どうやって、何食ってそうなんのマジで。ただいま。あ、おかえり。お前何食ったそんなんなんのマジ。カスバーカカス。聞こえてんのよ全部。聞こえてないまでにしとけよ。あーすか。あー、ごめん。そこ止めとかんと。あー、ごめん。止まらなかった。そんな中食べても変かな。みんなで倒せるんだね。じゃあ、ボスして。なにこれ、見て。え、なにそれ。ボムランチャー。はい。おー、ちょっとお前バカー。お前さー。お前バカって。お前さー。FFR のは知ってただろ、このゲーム。魔法だけかと思ったんだって。ついよ、この武器。ちょ、マップで探そう。いつかソロマス企画やってみたいな。ちいさん、いつの間にかマスター行ってない？あれ、いつマスター行ったの？あ、面言でソロマス行ったんだ。すげえ。うわ、でもマジですげえわ。本当に強えよ、それ。いや、これで、世間も認めざるを得ないんじゃない？ソロマスですよ。認めない奴が多かったからな。チーセンは、
チーセンはエペからか FPS、 いやマイクラからじゃない、 FPS はマイクラ FPS じゃないか。チーさんは強いんだよ。まあ俺の方が強いけど、ちょっと最強で、最強にて俺の方が強いけどチーさん強いよ。はてな。嘘つけ。はい、すみません、プラチナでした。プラチナのザコが名前って、すみません。え、本人いた。いや、そう違います。いや、そんな冗談じゃないっすか、冗談じゃないっすか。そんな右上見てくださいよ、これプラチナ2っすよ。俺の方が弱いっすよ、そんな。うん、ちょっとだけね、ちょっとだけ弱いっすよ俺の方が。しっかり聞きました。対戦よろしくお願いします。プラチナ2 プラチナ2って日本語喋れんの？ちょっと待ってね、絶対回収する、絶対回収する。なるほどね。いや絶対回収できない、絶対回収できない。回収します、回収します。うわっ、うわ、なんか言ってるんだけど。うわーうわー、キッズだー。うわー、キューパギに取られんなよザコ。お前、あー、吐き捨てて落ちた子供だ。世界中の子供たちが一度にエペをやったらケーパギに釣られんなよザコと言うだろう。それは悠々しき事態だよ。痛い。今チャーを右手にアドしました。ちょっと俺が漁ってるんですけど。あ、来てなかった。意識過剰の人いた、マジか。意識過剰だった。わーはー、わはです。出てるな、歯口。いや俺負けたら全員ゴースティングだよ。うん、普通にチートも入ってる。普通にね、ゴースティングでチートでチート、でチート。いやー、乗り方してるのに悔しい、負けるの。いや悔しい、マジで。これはもう分かるでしょ、チーさんも。何これは。これ？うん。ゴースティングだろ。うわうわ、ノラヒアンはすぐゴースティング判定して。全部ゴースティングだ。いいんすかそれで。それでいいのはいいんすけどね。まあまあまあ、チーさんがいいならいいっすよ。チーさんビタミンレモンが、それでいいんだったら全然。全部ゴースティング。あ、まあ、あ、そう、正解、正解、正解、それ正解。2個選ぶ。あ、もうほんと、なんと言われよったら全部ゴースティングだ。いいんすね、それだ、もうそれ正解。あ、いいんだ、いいんだ、いいんだ。トゥルトゥル。あ、全然、全員バンしてくれ、ほんと。全員バン、全員バン。アイドアートになる、俺がなる。俺就職しますわ。気に食わないやつ全員バンして。あ、いいね、あ、いいね。で、バン解除して欲しかったら金払えっていうビジネスやりますわ。おー、いいなそれ。まあメタだよな。え、どうしよう、どうしよう。あ、このスキン使ってみたかったんだ俺。ちょっと待って、なにこれ。視野やね。なに今のスキン、今の良くない、なんか。なに、あの紫、肩の当たり判定終わってるよね。顔かわいい。わわわわわわわ、うわうわ、お前器用だな。わ器用。わわ、うわ、いらない、それ、いらない。わわ、あれちいかわなんで、彼は今。あー、なるほど、ちいかわ見てない。わわわわわわって言っとけばちいかわすよ。ないわ。これは争いたい方のわですね。WAR の戦いの方のワーです、これは。ワー、もう戦いたくて仕方ないです、彼は今。おー、無理。え、なんかちょっとゴリラに聞こえてきたんだけど。あ、ゴリラさん、ゴリラではない。あ、ゴリラさん来ちゃった、やっぱり。カナって、カナさん、カナとクズ初いじゃない。ちなみにだいぶうまいよ。うまい。カナとチヒロじゃないこれ。うん、な、ヒロ初心者です。いやいやいや、経験値がね、経験値がありますから。経験値的には、いや、カナとさんと一緒にされるちょっと困っちゃう。困っちゃうな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 。これ打つわ。めっちゃ盛り上げられてる。助けて。待って、おい、ずっと狙ってくるってこのゴリラ。いや、ゴリラさきつくね、普通に。なんかもう野生を取り戻してさ、無我夢中で殴ってくるんだけど。なんかゴリラ持って固くなったよね、多分。これゴリラやっぱ危ないんだな、ゴリラ。あ、うっ、あんな、ゴリラ痛い。うわー、マジか。まだ不定こっち。ブルト溜まったわ。死んでみた。あ、なんかチーさん、いけ。うわー、クズ起きろ。あ、やったー、ゲーム再開。誰やろ。オッケー、ストボーなー。うわー、つえー。まあでも、ウルト使ったってことっすもんね。眠らされた。うん、え、
うわ強っ。チーセン一回集まろう一回集まろう。オッケー、ウルトあります。戻るまで待とう。ウルトあるよ。ハクハのハクから入りたい。オッケー、やばい。ハクはさ、壁越しでも通る。三つ目はまあみんなちょっと予想ついてるだろうけど、三つ目は今年中に出していてた歌ってみたです。はい、歌ってみたを、だからみんなで文言決めて投稿しようと、恒例のやつね。明日の何時公開にしようかな。あー待って、明日21時からチーセンの 3D お披露目があるから、20時からか22時からか。そしたら歌開けましょう。じゃあやべえ、やべえもうキャラがやべえ、後で出すはずの画像を出しっぱにしてた。やべえ、歌開けます。はい、俺音乗ってます。ヒロも乗ってます。はい、決まってます。というわけでどうもクザと申します。はい、誰ですか。あ、どうも陽吉ヒロと申します。よろしくお願いします。お願いします。配信をねシェアするときに、はい、ハッシュタグ、にじにけリターンちょっと言ってみてください。にじにけリターンズ普通に言えるわ。にじにけリターンズとね。なんでね、いやでもね、相変わらずって感じですかね。おい、ね、まあ相変わらずキャラも可愛いし、久々にね、なんかプルプル見たけどやっぱいいですね。プルりますからね。そっちにちょっと目がいっちゃうからさ、うん、今はあー敗因が分かりましたね。そっちに目がいっちゃうのはありますよ、ね、リコイルコントロールって呼んでます俺ケツプルのことを。ケツリコゴンがね、あるんで背中で見せるガンガールアクション RPG です。背中です。さあというわけで、はい、本日の渋春カスタムをやっていきますか。おい、チーさんと組ませろ。あと来週と再来週と、はい、その次の週。チーさん誘えたらオッケーってこと？あ、なに、何、僕チーさんズハってこと？いや別にね、チーさんと組める誰でもいいよ。あ、なるほど、チーさんがいて誰でもいい。誰でもいいよ。勝手に組めよじゃん。え、そんなラフにいいの？エントリーして。あ、いいよ。あ、そうなんだ。勝手に勝手に組んでください。急にクビになるのかと思う。そうだよ、びっくりしたよ僕も。今日来たのに。俺、あ、そういうこと？というわけでチェンジ。そういうわけでチェンジ。まあ、ちょっと髪の色似てるし。麻雀に帰るということでありがとうございました。お疲れ様です。といった感じで。まあ実は今日が乗ったら次回次回いるかもしれません。来なよ、誰か誘ってください。チーさん誘ってあと1探しなよ。確かにな。でも来てくれるか。俺が来なかったらチーさんが断ったみたいにならないか。大丈夫か。なんない大丈夫だよ。大丈夫なんない。まあ勇気が出たら誘います。誘うよ。